おい、誰か助けてくれ。苦労者があそこで何かを見つけたぞ。犯罪のようだ。聞こえたから大急ぎでこいつを浅瀬から引き上げた。もう手遅れだったよ。今あそこに住んでる。ひどいもんさ。失業してな。機械のおかげで俺みたいなのはいらなくなったのさ。これについて誰かが詳しいかもな。敵で暖かいコートなんて死人には不要だ。当然だろ。あんたらみたいなのが盗む前に先にもらったんだよ。これを見たからにはもっと質問をしないとな。夜行列車か？ならきっと616号だ。この先にある駅に止まる。急げばまだいるかもしれない。急いだ方がいい。もう出発するぞ。慎重になるべきなの。彼に何かあったの？これを見たからにはもっと質問をしないとな。分かったわよ。私が金持ちを誘惑してバーテンダーが薬入りのお酒を出すの。寝室に連れ帰るとすぐに眠ってしまうわ。朝起きると楽しい夜を過ごしたと勘違いして数ポンドをくれる。ミスター・キリアもそうだけど、メモを残した人を探しに行ってる間に消えてたわ。用
容疑者をもう一度尋問するべきだな。夜中に誰かが寝室のドアの下にメモを滑り込ませたの。食堂車に来るべきだと書いてあった。言ったけど、いたのは酔ったライアンとウォルフの部下だけだったわ。ミスター・ウォルフはミスター・キリアンと飲んでた。そこへ若い女性が来て、一緒に飲もうと誘ってたよ。ミスター・ウォルフは一杯しか飲まなかったのにひどく疲れた様子で、真夜中より前にベッドに向かった。私は食堂車でバーテンダーと何杯か飲んだんだ。ミスター・ウォルフはどんどん酒をおごってた。その後二人は言い争いを始めたが、若い女性が来るとミスター・キリアンの興味は彼女に移った。11時半頃には彼女と一緒に去っていったよ。食堂車でキリアンと酒を飲んでいた。過去に仕事の取引があったんだ。ここで彼を見つけたのは嬉しい驚きだった。疲れを感じて少し眠るためここに戻った。サムか？信頼できる従者だ。ものすごく力があるからいろいろ役に立つ。意見の相違はあったかもしれないが、莫大な金が絡むときは常に対立があるものだ。若い女性のことか。周知の通り彼女ならキリアンと意気投合した。困ったことにな。数年ほどミスター・ウォルフの従者をしている。虚弱だから私の手助けが必要なんだ。妙な話だが、屋根で音がしたせいで一瞬起きたんだ。誰かがあそこから投げ落とされたって。かなりの力持ちでないと屋根の上に誰かを引っ張り上げられないぞ。その頃にはビビアンはカモを客室に入れてたよ。その後時々人が通り過ぎたのを覚えてるけど、半分眠ってたんだ。あいつか。利口な性悪女め。バーテンダーと一緒にちょっとした詐欺をしてた。みんな知ってるはずだ。この列車にキリアンが。そんな。彼の鋳造所で働いてたが顔は見たことがない。誰も彼の外見を知らなかったよ。乗客が来て商談をしてた。片方が相手に何杯も飲み物を奢って、それから口論を始めたけど、ビビアンがからかってやめさせたよ。常連の乗客だよ。裕福な連中と付き合うんだ。彼らを楽しませるのが好きなんだよ。ああ、ビビアンが金を奪うのを手伝ってる。二人のワインに薬を入れたが、ビビアンは金持ちの方を選んだ。これについて調査しよう。まあほら、うるさい列車だ。眠れない乗客がたくさんいるからバーに鎮静薬を常備してる。いつも通りの夜だった。僕の知る限り君がこの殺人の話をしてくるまで変わったことはなかったよ。僕は客車で片付けをしてた。真夜中だ。ビビアンが走っていったな。誰かが自分を探してるって。よく列車に乗るよ。他の乗客にも親切なんだ。
よくいる裕福な乗客だよ。彼らはみんな同じに見える。機械にズタズタにされた。キリアンは全員を解雇したよ。ピーターは鉄道職員になれるよう力になってくれた。当然の報いを受けさせたんだよ。血も涙もない男だ。Thank you.